ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。はい、どうも中山です。今回美しはこちら、シンデレラブレイド3の設定録。詳しいゲーム性はこちら。お尻ペンペンしまくりましょう。はい、それでは早速行ってきます。よろしくお願いします。ご主人様。はい、帰ってきたよ。おい、はい、じゃあまず通常時の打ち方からいきましょう。通常時、左リールにこのシンデレラズ柄狙いですね。あ、ピンクの丸いの。おで、ここまで滑ったら中にバーバーで、右リールもこのピンクを狙います。はい、これで普通のスイカが揃ったんで、こっちで弱スイカです。で、このシンデレラズからピンクがここにあれば強スイカって形になります。簡単です。スイカから、はい、一応挑戦状いきましたね。まあ、これはボーナスかどうかっていう連続演出。まあ、弱いっすね。友達になりたかっただけなのに。お、でもいきなりもうスイカから、これちょっと熱い前兆ステージですね。はい、これはあのラズリーの家ステージで、まあ前兆です。全長、まあガセもあるんですけども、かなり全長濃厚で、また、はい、で、またスイカを引きました。で、ちなみに、これシンデレラズ柄を狙ってて、ここに止まったら、中も右もシンデレラ狙いで、1個停止で弱チェリー、2個停止で中チェリー、3つ止まったら、強チェリーっていう感じになります。まあ、ちょっといきなりスイカが2回揃って熱そうな状況ではあるんですけど、でまた挑戦状、先ほどのスイカからのボーナスの煽りですね。まあ、ここは入らないとは思うんですけども、はい、ここはダメですね。まあ、引き続き、あ、煽ってると思ったらこれですね、チェリーで、中も狙う、で右も狙う、これで弱チェリーになります。弱チェリーでチャンス。あと、ちなみに中段にリプリクスイカが止まったらツンデレ目になります。その後10ゲーム間は、まあ、チェリーの出現率がアップみたいな感じですね。まあ、早速ちょっとチャンスゾーン期待して打っていきましょう。かわいいか。お、ここで行くかな。はい、行きました。早いですね。開始から24ゲーム、チャンスゾーンです。はい、新婚生活の予選、チャンスゾーンです。で、こちら4種類の演出が選べます。まあ、内部的には一緒なんですけども、まあ、一発目なんで普通のミッションでいきましょう。はい、はい、こちらチャンスゾーンは20ゲーム間で、信頼度は 30% です。まあ、20ゲーム間に、まあ、子役以上でいろいろポイントを貯めていって ART に行くかどうかと。まあ、今ベルで、こちらだったらバナナ10本、これ100本獲得で ART 入ります。3、2、1。ラスト、今回はきついかな、これ。はい、で今回ダメだったと。はい、こんな感じです。はい、まあ基本的に今みたいにチャンスゾーン
あとはボーナス、まあ、こちらを経由して ART を目指す感じです。で、まあ、さっきのチャンスの、まあ、信頼度 30% なんでそんな高くないと。やっぱりね、あの20ゲーム間に、いかに、まあレア役ですかね、スイカとかチェリーとか引くかで ART 入るかなって感じですね。まあ、このシンデレラブレード主人公のシンデレラレイラちゃん、レイラちゃん、これ完全に僕の好みドンピシャなんですよね。ショートカットで可愛くてグラマラスなボディで、はい、まああのこちらネットさんといえばね、あのリオが、リオちゃんが、まあ、僕の愛しの永遠のアイドル、まあ、リオちゃんに近いっすね基本的に。と思ったらちょっと熱そうな演出。さあジャックか、ジャックですね。本当にリオちゃん大好きでした。スーパーブラックジャックめちゃめちゃ打ってました。まただ。お、今回は、はい、来ましたね。シンデレラ3つ揃いで強チェリーです。さあボーナスにもチャンスゾーンにも期待、どうでしょう。赤文字、早く構え、まあボーナスはなさそうですね。はい、ボーナスはなかったですが、前兆ステージ行ったんでまたチャンスゾーンには期待できます。ああ、ステージ変わってしまいました。おっと、でもまたここで、さあ来ました。はい、この出目で強水感になります。どうなるでしょう。で、一応ここで連続演出。これはちょっと信頼度が高そうですね。あ、ダメでした。はい、ただまた前兆ステージに行きました。それ臭いよ。ここでさあ、さらにまたここで強チェリーを引きましたよ。受け取りなさい、挑戦状よ。これはリーチ目ですね。このスイカの出目でスイカも弱スイカも強スイカも嫌ってるんで、リーチ目ボーナスが入りました。ボーナス、はい、はい、167ゲームで1回目のボーナスを引きました。バーですね。はい、さあボーナスになります。はい、ボーナスは相手と戦って勝てば ART に入ります。まあ信頼度はだいたい 40% ぐらいですね、通常時は。獲得は102枚。まあこの消化中の子役によって勝てるかどうかというところです。はい、ベルで相手1ポイント与えたと、相手が0になれば勝ちです。お、これはうまいですよ。お、これはうまい。さあ強チェリーを引いて3ダメージ、これはうまい。
お、また引いた。お、はい、これは激うまじゃないですか。残り3、これは行かないと困るやつ。え、まただよ。はい、あと2ですよ。おー、ベルで行って、はい、残り1、これは行くでしょう。はい、落ちましたね。はい、これでもう決まった。はい、これで ART 入りました。この後から ART がスタートです。いいですね、さすが、早いです早いです。一発目のボーナスから ART。 はい、 ARTトギ結婚生活を行ってもらう。王子？あの王子、女性ですよね。スタートです。関係ない、結婚できれば新婚生活始め。はい、 ARG です。これで新婚生活と呼びます。まあ、ARG は40ゲームです。40ゲームまずスタートで、 A プラス ART なんで順序は 1.5 倍ですね。 ART 自体はで、 ART 中はこのハートをためどんどん貯めていく。ハートがある分だけ ART ゲーム数終わった時に告白のチャンスがもらえて、成功すればどんどん継続続くって感じです。まあ、それよりもなんといってもお尻ぷんぷん、お尻ペンペンタイムにいかに入れるかどうかで出玉が出てきます。てか、お尻ペンペンタイム入れないとこの台勝てないっす。なのでぜひとも入れましょう。さあ、スタートです。まず初めのこの40ゲームでいかにレアやっていくかがポイント。ここでハートとかお尻ペンペンいかないとあっという間に終わるんで。さあ、ここでハートを1個ゲット。さあ、ラストになったんで次でジャッジタイムです。これで告白成功率 1.5、 これはきついね。で、ハート1個使ったんで次がラスト。ああ、これもきつい。はい、ということで、これにて新婚生活を終了する。はい、1回目のやりとりあっさり、単発で終了です。まあ、ボーナス含み141枚。はい、終了。はい、こんな感じで、まあ、継続というか、やっぱり上乗せイコールお尻ペンペンタイムに入らないと ART はメダル増えないです。手が勝てないです。おっと、ただ何も引いてないのにまた前兆ステージに行きました。まあ、おそらくそうですね、これ前回、まあ、ボーナスから入ったんですけども、ボーナスの前強水化での前兆があったんで、その分がこっから出てくる可能性は十分にあります。ここか、始まるの。はい、はい、15ゲームでまたまたチャンスゾーンです。じゃあ今回はステップアップでいきましょう。ステップアップ、料理対決。はい、料理対決です。ラスト1、お、ラスト1でチューチェリー、どうでしょう。これは
ボーナスの煽りが。おーおーおーおお、これは？はい、ボーナスを引いてました。ボーナス、35ゲームボーナスです。チャンスゾーン中にボーナス引いたんですが、それで ART 確定ではありません。今日の先制パンチ、基本的には一緒で対決なんですけども、そのチャンスゾーン中のポイントが引き継がれて、ここで入る場合、熱い場合もあります。で、今回すでにもう相手のポイントが1なんで、これは行きますね。合格、おー、授業は来たぜ。おい、これで行くでしょう。もうこれで行きましたね。はい、はい、これで見事2回目の ART も入りました。さすがですね、さすが設定6。 ART の初当たりが軽い。ポン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 ボーナス引いてポンポン入ります。関係ない、結婚生活始め。さあ、2回目の ART です。ハートゲット。さあ、ジャッジタイムでしょう。あー、次でラスト。あー、これにて新婚生活を終了する。はい、終わってしまいました。2回目もまあ42ゲーム単発ですね。前回と合わせてトータル294枚で終了です。はい、何？お、ここで中段リップリップ追加で、これでツンデレ目で、ツンデレゾーンに入ります。この10ゲーム間が一応チェリーの出現率がアップと。と思ったらチェリーではなくスイカを引きました。やっぱこれかな。で、一応スイカでラズルの家、また全長ステージですね。はい、結局ツンデレゾーンではあのチェリー引けなかったと。はい、こういうことも普通にあります。またここでチェリーで、これは、お、ここで強チェリーですね。連続演出中。でやられて、そのまま前兆が続いてる感じですね。ここでまたツンデレ目です。チェリーは行きましたね。お、今回はチェリーを連発で中チェリーと。またチェリー、今回はチェリーが多い。ここか、ここで行きましたね。はい、93ゲームチャンスゾーンです。じゃあ次は後告知でいきましょう。はい、合コンです。1ラスト。はい、ダメでしたと。お、逆転しましたね。はい、入りました。早い早い早い、113ゲーム。はい、3回目の
JRT 入りました。模擬結婚生活を行ってもらう。模擬？ダメです。さすがに初当たりはいいですね。はい、いいです、いいです。さあ3回目の JRT です。今回こそちょっと伸ばしましょう。スタート。まあとにかくお尻ペンペンタイムに入れるにはエアウト中にボーナスですね。ボーナスを引けばそこから 50% でいくんでと思ったらチャンスですよこれ。あーやっぱ、おーっと思ったらジャックチェリーから呪いでいきましたね。呪いポイント到達でのお尻ペンペンタイムに入りましたよ。はい、来ました。本日1回目のお尻ペンペンです。さあテクニックの方いきます。はい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 、プラス20。もっといけ、もっといけ。おお、来たぞこれ。はい。はい、203ゲーム。別に大したことないし。さあ、来ました。ようやくお尻ペンペン。200ゲームまで、素晴らしい、素晴らしい。さあ、今回は伸ばしていきましょう。これですね。まあシンデレラブレードはとにかくお尻ペンペンでどんだけ乗せるかなんで。さあこっからがスタートです。こっからがスタート。ラスト1、ラスト。はい、今回ハート4個でジャッジタイムです。4回告白できるんでここ行きたいですね。お、これは期待ができるやつですね。頼むよ。マジか。レイラちゃん、レイラちゃん頼むよ。マジか。まずいなこれは。おうおう、ここでいくか。さあ20ゲームでループ率アップ。はい、なんとか継続しました。はい、頑張ろう。はい、ここでジャッジタイム。ハートは2個。ただループ率が高いと思うので、うん、どうでしょう。あー、まずい。ここでレイラでは行くでしょう。あら、ダメか。マジか。これにて新婚生活を終了する。はい、3回目のJRT、まあ、269ゲーム、まあ、1回お尻ペンペンで200ゲーム上乗せたんですが、結局は485枚で終了です。はい、ほら皆さん、解散ですか。やりますね。自爆レーンに外れ。ジャックチェリーから赤文字。これはボーナスが入っていましたね。逆転。はい、先ほどの ART 終了後81ゲームでボーナスです。はい、武道会頑張りましょう。武道会始まります。セラフィーか。よし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 。おーし、ここで強調は、はい、行きました行きました。
はい、また ART に入りました。いやー、やはり設定6 ART は軽いですね。今のところボーナスが全部いってますよ。さあ4回目の新婚生活、さあ頑張りましょう。さあ今回ハート2個でジャッジ、どうでしょう。あ、これは信頼度高いですよ。ダメか。レイラ頑張って。あーマジか、ダメ。これにて新婚生活を終了する。はい、4回目のLTも単発42ゲーム、前回から引き継いでの531枚ですね。はい、ダメでした。熊子の忘れ、うるせーい。はい、さあここで強チェリーを引きましょう。まあ、一応強チェリーから前兆ステージには行きました。さあここで一応チャンスゾーンですね。はい、68ゲーム。しかもこのスタートでようやく、これは熱いんじゃないですか。今回完全告知にしてみましょう。これで何が出る。チェリーはジャックチェリーか。さあここでレア役チェリー何が出る。お、はい、シューチェリーどうでしょう。完全告知だよ。あ、行かない。あ、行った。あ、行ってましたね。はい、お見事。シューチェリーで入りました。さあまたまた ART に入りました。本当に ART の初当たりは素晴らしいです。はい、5回目の新婚生活、さあ今回こそ伸ばしましょう。またでまたメダルが前回から引き継いでます。ここもちょっとカットインが熱いですよ。さあどうでしょう。さあ強チェリーですよ。どうなる。何も起きないの。あ、ハートか。まあハートをゲットしただけですね。ということでハート2個で出しタイム。ダメだ、ラスト。ああ、ダメじゃなかった。逆転しました。ハート減ってないんで逆転しました。OKOK。はい、30ゲームで継続。でかい。これはでかい。さあここでジャッジタイム。どうだろう。ダメだ。レイラ今度こそ頑張って。あー、ダメなのか。これにて新婚生活を終了する。はい、5回目73ゲームです。まあ、前回から枚数は引き継ぎ513枚終了と。はい、ほら皆さん、完成。はい、ということで、まあ、お時間が来てしまったので、シンデレラブレイド3一戦ここで終了となります。はい、はい、シンデレラブレイド3の設定6打ってみました。はい、まあ感想としましてはやっぱり設定6、まあ、初当たりが別格に軽いですね。まあ、チャンスゾーン、ボーナス、そして ART と、まあ、全ての初当たりがやっぱり別格に軽いです。なのでまあ、ほぼハマったっていう印象がなく、
構わずにポン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 、まあ、ART 弾けると、まあ、これがやっぱりね設定録の最大の特徴かなと思います。はい、まあ、そしてね、まあ、なんといっても見せ場は、まあ、お尻ペンペンタイムと、まあ、今回まあ一度だけ、まあ、呪いポイントから弾けて、まあ、200ゲームで終わらせしたんですけども、やっぱりねこの台はいかにお尻ペンペンさせるかで、まあ、勝敗が決まってきます。ART たくさん引いてもお尻ペンペンさせなければ出玉も伸びてきませんのでね、まあ、いかに己の引きで、お尻ペンペンさせて、上乗せガツンとさせて、まあ、出玉伸ばしていくか、そこですね。はい、ということで、シンデレラブレード3の設定録打ってみたでした。ありがとうございました。